カール・ルート・ビヒ・ホン・エスター・ライヒは、オーストリア帝国の皇族。オーストリア大公。全名は、カール・ルート・ビヒ・ヨゼフ・マリア。フランツ・カール大公の三男。皇帝フランツ・ヨゼフ一世の弟で、皇帝・カール一世の祖父である。カール・ルート・ビヒ1833年7月30日、フランツ・カールとその日であったバイエルン・オー・マクシメリアン一世の王女。 ゾフィーの間に第三子としてウィーンのシェーンブルン宮殿で生まれた。彼の二人の兄、フランツ・ヨーゼフとマクシミリアンは後にそれぞれオーストリア皇帝、メキシコ皇帝となった。母ゾフィーはウィーン大司教ヨーゼフ・オットマール・ラウシャーにカール・ルート・ビヒに宗教精神を教え込むことを依頼し、ラウシャーの影響を受けたカール・ルート・ビヒは敬虔なクリスチャンとなった。 カール・ルート・ビヒは政治に関心を示さなかったが、1853年に、アゲノル・ロムアルト候補不隙の下で、ガリツやロドメリア王国総督府に赴任して政治に関わるようになり、1855年にはインスブルック総督に任命され、アンブラス城を住居とした。しかし、重慶ライナー、フェルディナントや内務大臣、アレクサンダー・フォンバッハによって、カール・ルート・ビヒの政治権限は、 制限されていた。そのため、カール・ルートビヒは1861年2月に総督を辞任し、その後は芸術と科学のパトロンとして、これらの世界に没頭していった。1889年にオイルドルフ皇太子が上司すると、兄、フランツ・ヨーゼフ一世の推定相続人に選ばれるが、その際に、カール・ルートビヒは、長男フランツ・フェルディナントに推定相続人の地位を、 譲ったという語法が流れた。1896年にパレスチナ、エジプトに旅行に出かけるが、旅行中にヨルダンで不衛生な水を飲んでチョーチフスに感染し、帰国後の5月19日にシェーンブルン宮殿で死去した。遺骨はウィーンのカップツイーナー納骨堂に収められている。 カール・ルート・ビヒの死後に、長男フランツ・フェルディナントが新たな推定相続人に選ばれるが、彼は1914年にサラエボ事件で暗殺され、第一次世界大戦のきっかけになってしまう。カール・ルート・ビヒ、マリア、フランツ・フェルディナント、夫・フランツ・カール・ルート・ビヒは、生涯に3度結婚している。最初の日である、 ザクセン王ヨハンの王女マルガレーテとは1856年11月4日にドレスデンで結婚したが2年後に死別彼女との間に子供は生まれなかった二人目の日は両シチリア王フェルディナンド2世の王女マリア・アンヌンツィアータで式は1862年10月16日に代理人を介してローマで10月21日に本人が出席してベネツィアで行われた 彼女との間には以下の三男数ずを設けた。三人目の日はポルトガル王ミゲル一世の王女マリア・テレサで1873年7月23日にクラインホイバッハで結婚した。彼女との間には以下の事情を設けた。ウィキメディア・コモンズにはカール・ルート・ビヒ・ホン・エスター・ライヒに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。